はい、キクチャンネルのキクちゃんです。3回目ですね、3回目ちょっと話していこうかなと思います。今回はちょっと動画のねアップロードの時間がちょっと空いたので、その間でちょっと話できればなと思ってますんで、車での移動はなしです。自宅で収録してます。まず一つ目のテーマ、僕ジョギングちょっとハマってましてね、うちの嫁と週3回から4回まあ走ってるんですね。もう走り出して僕はもう1年以上経つんですけど、走り出してね気がついたこと、走っててよかったなっていうことをね、ちょっとこれからジョギングを始めようかな、まあ暖かくなってきますし、ちょっと健康に気をつけないとなと思ってる人に参考になってもらったら幸いかなと思ってちょっとお話しさせてもらいます。まずねジョギング、絶対やった方がいいんですよ。まあいきなりね走り出すとねちょっと体壊す可能性もあるんで、まあそれまで全然運動してきてこなかった人はね、まずウォーキングから始めてもいいと思うんです。僕ねターさんって雑誌、アスリートっていうか、まあ、健康ブームに乗って出た雑誌だと思うんですけど、よくコンビニに置いてあるんですけど、そのターザンっていう雑誌をね昔ずっと愛読してたんですよ。毎週月に2回出るかな、ずっと買い続けてました。もう定期的にねジョギングの効果効能、あとジョギングの勧め、あと体を動かそうっていうのはテーマになってますからね、ずっとこう特集で挙げられてくるんですけど、まあ、書いてること大体一緒なんですよね。人間ってね、運動って2つしかないんですよ。有酸素運動と、無酸素運動、この2種類なんですよ、大きく分けるとね。他ないんですよ。他なんかいろいろロングブレスダイエットとかね、もう古いから、あとなんか低炭水化物ダイエットとかっていろいろあるんですけど、まあねダイエットっていうのはあれほとんど実は嘘ですからね。ダイエットマーケティングってありますからね、年間1兆円ほどあるらしいんですけど、その中でもねジョギングっていうのはね、ものすごいコストがコスパがいいんですよ。効果もむちゃくちゃ高いですしね、多分ねジョギングが一番安いと思いますよ。なんで必要なもんってね、ジョギングシューズぐらいでしょ。ウェアと T シャツとね、普通のスウェットで走ろうもと走れますからね。本当に1万円ぐらいでね、どこでも走っていくことができるんで、非常にこれおすすめなんですけど、まずねジョギングして良かったことはね、ですからね、ジョギングはね本当誰にでもおすすめです。本当シューズさえね車に積んでればね、どこだって走ることができますからね。着替えもあった方がいいかな、シューズと着替えさえあればねどこでも走っていけるんで、非常におすすめです。まずジョギングして良かったこと、僕これ予備知識なしというか、特に何も見ずに今話してるんでちょっと不自然なんですけど、まずねむちゃくちゃ前向きになるんですよ、走ると。なぜだかわからんのですけど、多分脳内からねエンドルフィンっていうのが出るとか、なんか書いてあったような気がするんですけど、まさにね体を動かすとむちゃくちゃ前向きになるんですよ。あとねどうでもいいことにねとらわれなくなります。走ってるといろいろ考え浮かぶんですけど、まあ、当然こう体も疲れてくるんで、特に自分に関係ないことっていうのはねどんどんそぎ落とされているっていう感覚かな。
うん、あとね、当然ね、人間の体ってね、まあ、当然僕も痩せたいんですけど、1日の間に1キロか2キロ上下するんですよ。まあ、人によって個人差あると思うんですけど、前の日飲みすぎたな、食いすぎたなと思って体重計乗ると1キロ平気で増えてたりするじゃないですか。ジョギングしてると体重が増えると膝とか腰とかにかなりダメージがくるんですよ。膝が痛くなったりするんです。だから走るためにちょっと食べるのを控えようかなっていうふうに思ったりとか、まあスピードを出して走りたいがためにちょっといつもだったらご飯おかわりするところをちょっと控えておこうかなっていうふうな考え方になるんですね。うん、ですからね、ジョギングはね本当におすすめです。僕やってるジョギングね、別に速く走ろうとかそういうのはあんまりないんですよ。いつも嫁さんと並走して走ってるんですけど、1キロね7分とかね、ゆっくり最後アップで走るときは8分とかね、ほんとね、ゆっくり走るんですよ。もうそれも30分ぐらいなんですけど、まあちょうどそれぐらいがね、今僕40なんですけど、いいなと思って、あと汗もね当然かくんですけど、最初の頃はね自分の汗がこうねネバネバしてるんですよ。ヌルヌルしてるというかね、走り始めた頃ですよ。全然運動もしなくて不摂生してた時は自分の汗がヌルヌルなんですよ。でもジョギングをずっと続けてもう半、まあ、2ヶ月3ヶ月、半年ってこう経っていくと自分の汗が変わるのもよく気づくと思います。汗がサラサラになりますね。あと汗の匂いが、その嫌な匂いがしにくくなるというかね、なんか多分デトックス効果だと思うんですけど、汗がね流れるようにサラーっとしてます。爽やかな汗かけますねあとね、次ジョギングの話の次何しようかな。そう、食べ物の話しようかな。僕ね食べることすごい好きなんですよ。当然朝昼晩きっちりご飯食べるんですね。で朝はね、いつも子供と嫁さんと私とで3人食べるんですけど、質素なんですよ。果物、リンゴ、バナナ、あとお水、あと卵かけご飯とかね、おにぎり1個とか、あとサプリメントを大体もう毎日、果物とちょっとした炭水化物っていうのが朝の僕の大体パターンなんですね。でお昼はね、実は僕お弁外食をね1年2年ほど前までずっと取ってたんですけど、そのやっぱりねお金がもったいないっていうのもあるんですけど、飽きてくるんですよね。まあうちの店は西明石にあるんで、西明石近辺のその定食屋さんとかお店にずっと厄介になお世話になってたんですけど、ずっとそこで仕事してるともう飽きてくるんですよ。ラーメンにしてもその定食にしても言うたら揚げ物が多いんですね。うどんとかね、そばとかね、大体決まってくるんですよ。まあ当然予算もありますしね、そんなにたくさん、まあ食べてるとね眠たくなるんですよ。お昼をお腹いっぱい食べると。皆さん経験ないですか？僕ね食べ過ぎるとねすごく眠くなるんですよ。もう例えば僕ねちょっと昼飯食べるの早い方なんですけど、まあ食べて5分10分するとね本当ねまぶたがね重たくなるんですよ。特にねうどん、讃岐うどんを食べた後はねもう強烈な眠気と、あとカレーですわ、ナンカレーとかね食べるとねすごい眠たくなるんですよ。多分ね小麦、まあ炭水ご飯もそうなんですけど小麦系がねかなり眠気を誘ってるんじゃないかなっ
とちょっと自分の体 をね、あの健康を考えるとね、特にそういうふうに考えるんです。で、まあ約もう1年ぐらい経つのかな、1年ぐらい前からですね、もうこのままやったらあかんと。でうち農家なんでね、米作ってるんですよ。で、こんなん自分で言うのも恥ずかしいんですけど、家の米うまいんですよ。あの日の光っていうあの銘柄の兵庫米なんですけど、はっきり言ってうまいんですよ。外でご飯食べても美味しいと思ったことって実はほとんどないんですね。まあ家の味に慣れてるのかもしれないですけど、とにかくむちゃくちゃ美味しいんですよ。だから米は家のを使おうと。でおかずはまあお弁当に入れてもらおうと思うんですけど、僕ね朝がねちょっと早かったりとか、嫁さんにあんまり負担かけたくないなと思うんで、嫁さんにそのお弁当を買ってきたんですけど、その僕体重が今ね75キロぐらいあるんですけど、ちっちゃなね、ほんと一辺が10センチ、15センチぐらいかなのワッパ弁当っていうのがありましてね、あの木の、ま、いい香りがする木の枠でできたあのワッパ弁当っていうのがあってね、あのいつもそれを使ってるんですけど、あの中はすごくシンプルなんですよ。薄くご飯をひいて、鰹節、あと海苔、あとごま、それをねちょっと多めにかけて、醤油をかけて、梅干し、あと煮干しですね、これだけなんですよ。見たらねすごくねモダンな色なんですよ白黒なんですね、モノトーンなんですよ。そんな弁当です。それをね毎日作ってもらってます。そんなに時間はかからないと思います。お魚焼くだけ、焼くというか目指しを焼くだけなんでね、その目指しをいつも添えてもらってるんですけど、それをね白を見たいというとすごく語弊があるんですけど、毎日食べるんですよ。お昼は基本それだけなんですね。腹8分目にしておかないと、さっきも言った通り眠くなるんで、お昼は僕はいつもそういった感じの小食のお弁当、朝はおにぎり、果物で、夜はまあ付き合いで外食っていうこともちょいちょいあるんですけど、家で食べれる時は家族3人で一日の中で一番豪華ですね、あったかいものを食べると。豪華というか、まあうちそんなにね普通ですけど、食事を作ってもらうというような感じが日々の日課です。これをすることによってね、何が変わったかっていうと、さっきのジョギングと食べ物なんですけど、僕ねもともと体重がね90キロぐらいあったんですよ。今ねさっき話しましたけど75キロ15キロぐらい落ちたんですね。でそれも急に落ちたんじゃなくて、ジョギング始めたのはもう1年2年ほど前で、食べ物に気をつけ出したのはもう2年3年ぐらい前からですから、大体3年ぐらいかけて徐々に落としていったって感じなんですね。で当然昔の服はもう結構大きくなって着れないみたいな感じに今はなってるんですよ。あとね、僕最近ちょっと動画でね不動産投資の講習というかその説明をねアップしてるんですけど、これ自分で見ててね、僕もう40なんですけど肌綺麗なと思いましてね自画自賛なんですけど、つい先日も同窓会がありましてね、そこでその同窓会に来てる女の女性の方に肌綺麗なって何人かにも言われましたし、実際こう見てると肌は綺麗なとは個人的に思いますね。それはやっぱりジョギング
いやデトックスのおかげと、あと食べ物ですね、その余計なものを食べないというか、食べ過ぎないっていうことですね。まあ、僕間食好きでね、お菓子はね、結構夜とかね、どうしても走ると腹が減るんで、晩ご飯の後チョコレート食べたりとかいろいろするんですけど、そんなにドカドカ昔みたいにね食べるっていうことは減ってきたと思います。あと特に気をつけてることって言えばですね、あとそうです、調味料ね、醤油、みりん、砂糖、塩、あとお酢、あと僕これにめんつゆをね足してるんですけど、それはねやっぱり一流のものを揃えてます。一流のものって何かというと、その、まあ、値段もそこそこするんですけど、きちんとしたメーカーというかきちんとして信頼がおけるね、ところの有機系ですね、当然無農薬の、ものを厳選した分をやっぱり取り入れてます。やっぱりね外食をね、やっぱりどうしても仕事から外すことはできないんですけど、食材ってね正直何使ってるかってこっち側からはなかなか分かりにくいんですよ。例えば中国産だ日本産だって言ってもこれ中国のね例えば肉を使ってもなかなか分かりにくいじゃないですか。でも調味料ってねはっきり分かるんですよ。味が豊かと言いますかね、全然深みが違うんですね。で例えば調味料に凝ったとしても1ヶ月の出費ってね、そんな知れてるんですよ。1万円も多分しないと思いますね。それだけでねそれを変えることによってすごくね食事が豊かになるんですよ。僕さっき言った昼飯バッパ弁当、時々嫁さんに見てかつお節かけてもらうんですけど、それにも醤油かける、醤油をねちょっと振るんですけどね、その醤油も有機丸大豆の醤油、普通 の, スーパーのヤスリの醤油だと1リッター1本そうやな多分200円とか300円ぐらいなんですけど、1本ね1000円ぐらいしますね。値段で言うたら3倍ぐらい違いますけどね。ただ使ってるものが全然違うんで、満足度はね、それ安い方がいいんですけど、そういったちょっと調味料を変えるとすごく食生活が豊かになります。質素なもんでもねすごく味が出てきますね。うちの子供もね昔からそういうのをずっとこう使ってますんで、外で外食した時にその違和感がねやっぱりあるみたいで、なんかパパこの醤油辛いねとか、この味噌汁美味しくないねとかっていうことをねこっそり僕に教えてくれますまあ外であんまりそういうこと言うなって言ってるんですけど、まあ、子供は正直ですわ、すごくわかるんだと思いますね。僕はね結構ね自分で言うとおかしいかなと思うんですけど、健康にね結構気を使ってるんですよ。やっぱりねいろいろあったんです。僕ね仕事柄、まあ、不動産業をしてるのでそこそこ裕福な人らともお付き合いさせてもらってますし、まあ、一応社長ですんでね社長連中の集まりのところにも行くんですよ。そしたらね僕らの一回り二回りの上の人お金持ってるんですけどね健康をね害してる人がむちゃくちゃ多いんですよ。薬飲んでるとかね、血糖値を下げる薬を飲まないといけない、血液サラサラにするやつを飲まないといけないっていう人がねむっちゃ多いんですよ。お金あってもね健康害しちゃうとね意味ないですからね。それ見ててねすごいねやっぱり健康って大事やなっていうのをね日々ね思うんですよ。
あとね、うちの両親がね、ちょっとね、太ってるんですよね。もう母親も父親もかなり丸いんですよ。で、父親なんかね、タバコも吸ってるんで、肌もボロボロだし、体もかなり大きい、100キロ近くあるんで、ああはなっちゃいけないなっていうね、やっぱ思うんですよ。やっぱりね、健康を害すと、やっぱり今ね、平均寿命って伸びてますけど、健康な状況で、健康な状態でね、長生きしたいじゃないですか。で、お金と健康と、時間さえ手に入ればね、僕人生ね、ある程度なんとかなるんじゃないかなと本当に思ってるんですよ。よくね、お金がないとっていう人すごくいるんですけど、お金を稼ぐことにすごく一生懸命になるあまり、健康を害してる人がね、すごく多いのはね、僕の今のこの印象ですね。ただね、家主連中、まあ、大阪のその家主の会っていうのがあるんですけど、参加させてもらうとね、健康に気をつけてる人いますね。僕なんかよりもっともっと知識が深いと思いますよ。僕よりだいぶ年上なんですけど、見た目僕より若く見えたりとかね、日頃からそのジムに通って無駄な脂肪をつけないようにしてたり、当然所得もねかなりある方が多いんで、意識が高いですよね。一緒に喋っててすごく気持ちがいいんですよ。ナイスガイがめちゃくちゃ多いですね。女性も見た目よりすごく若く見える方が多いんで、そういったところにもすごく気を使われてるんだなっていうのが、一緒にお酒飲んでてすごく分かります。すごく過ごしやすい、居心地がいい空間、居心地がいい、状況ですよね。最初ね、僕その家主の会入った時に、ね、体重はね90キロ、もう方100は行ってないですけど92、3キロぐらいあって、すごくデブな状態で行ってね、なんじゃここはと思いましたけど、単純にやっぱりああいう人になりたいなっていうのも憧れであって、頑張ってるというか、まあね、そこに向けて進んでいってる状況です。今の僕の今日の話はですね、ジョギングとあと食べ物、特に昼飯ですね、あと健康についてちょっと長いですけどお話しさせてもらいました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。